京都鉄道博物館京都鉄道博物館は京都府京都市下京区関北寺町に2016年4月29日に開館した鉄道博物館である西日本旅客鉄道及び公益財団法人交通文化振興財団が運営する2014年4月6日に閉館した交通科学博物館の収蔵物の一部と2015年8月30日に 閉館した梅工事蒸気機関車館の収蔵物を展示し、梅工事蒸気機関車館を拡張、リニューアルを行い、2016年4月29日にグランドオープンした。京都鉄道博物館の開館工事にあたり、蒸気機関車の解体検査や修理に特化した専用研修庫を新設した。第二研修庫では蒸気機関車を釣り上げることができるクレーンを設置し、 作業風景を外から見学できるよう、施設の一部はガラス張りになっている。全体で展示面積は約3万千平方メートルで、開館時点においては、東日本旅客鉄道の鉄道博物館や、東海旅客鉄道のリニア、鉄道館を面積、展示車両数で上回り、日本最大の鉄道博物館である。当館の収蔵車両には、いわゆる、 トップナンバーと呼ばれる製造第1号車が多く収蔵されているのも当館の特徴である。また、梅工事蒸気機関車館時代から引き続き、校内施設の一部は車両基地としての機能も保持している。また、営業船扱いの展示引き込み船には標識類も設置されている。なお、京都鉄道博物館の名称は JR 東日本グループである。 東日本鉄道文化財団の登録商標となっている。これは2007年に開業した埼玉市の鉄道博物館の名称を同財団が先に商標登録していたためである。2016年4月28日、イギリス国立鉄道博物館との姉妹、提携継続調印式が行われた。2017年1月23日、 関西元気文化圏招待賞を受賞した。以下、収蔵されている施設別に記載。京都鉄道博物館本館内1階。メインスペースの様子京都鉄道博物館本館内1階。メインスペースを2階から見た様子,様子プロムナードの様子21から1の前では、撮影業者による記念撮影コーナーが営業されているほか、22から1の運転台でも記念撮影サービスが、 営業されている。22から1のスカート部には、2019年5月16日から7月15日の期間限定で、お召し列車仕様の装飾が施された。トワイライトプラザに展示される EF58 型と EF81 系線形車庫と、転車台別角度から、線形車庫側から見た、転車台。向かいに見える建屋は、第2研修庫。7100系蒸気機関車、 ヨ津ツネゴ線車庫は1914年に建設された鉄筋コンクリート造りの車庫であり、2004年に国の重要文化財指定並びに土木学会選奨土木遺産に選奨されている。また、2006年には JR 西日本が指定する純鉄道記念物となり、2019年には日本機械学会により機械遺産に認定された。車庫上部に設置されている。 梅工事蒸気機関車この看板の蔵の文字は京都鉄道博物館としてリニューアルするにあたり2015年12月頃に館の字から改められたものである。線形車庫1番から7番までは胴体保存車、8番から20番までは生体保存車の収蔵となっているが胴体保存車エリアは梅工事運転区の現役で使用される車両整備施設で 中でも本線運転機については、当施設に不在の時があり、生態保存者エリアについても、展示の都合上、車両配置図の通りになっていない。大半の車両が、1972年に前、所属機関区から現役車両として、梅工事機関区への転属手続きが行われた。収蔵車両は、2006年10月14日、施設、車列簿、 星用工具等と共に軍として、純鉄道記念物に指定された、梅工事蒸気機関車間の車両が純鉄道記念物に指定された後の2009年に収蔵された、日鉄工業から譲渡された1 0 8 5号機を除く、本館1階の引っ込め線で展示されている蚊に2412等葉25551営業線と、つながっている施設で、法令上は営業線扱いであり、 線路終端標識など営業線としての標識類も整備されている。このため引っ込め線を介して展示車両を入れ替えることも可能で、現役で運行している車両なども臨時で展示できるようになっている。また、本館1階とは車両工場の展示として一体化され、展示車両の屋根上も見学できるようになっている。開館時以降、通常は以下の3両が展示されている。以下は、 蒸気の3両と入れ替えて展示された車両。JR 西日本所属車両のほか、四国エリアや JR 貨物の車両が展示されたことも、ある。SL スチーム号埋め工事蒸気機関車館として、営業していた頃から運転されている片道500メートルの展示運転線を用いた SL 列車で蒸気機関車が、今回の京都鉄道博物館開業に合わせて導入された。 専用客車2両を牽引し、15から60分間隔で運転する。最終列車到着後に、機関車と客車を切り離し、転車台回転やひどこ整理、休憩、給水などの整備作業を行う光景が見られる。牽引する機関車は日によって異なり、基本的に SL スチーム号指定牽引機が SL スチーム号のヘッドマークを消出して、 専用客車を牽引するが、SL 山口号、SL 北尾は古号を牽引する、本線運転機が牽引することもある。乗車には入館料とは別に、300円100円を必要とする。SL の解体検査に特化した専用研修庫で、京都鉄道博物館会館に際して新たに建設された。従来の機関車庫内にあった整備施設はその、 性質上施設の拡張や設備の更新が困難で、ボイラーの運び出しには大型クレーン車2台を機関庫構内に持ち込む必要があった。このため重要部検査以上の検査をこの研修庫で実施し、交番検査などは従来通り線警庫内の整備施設で実施する。博物館来館者用のペデストリアンデッキが2階部分の窓に面しており、SL 研修の作業風景を 外から見学することが可能である。この他にも、近畿圏各施設の説明や切符発見体験、鉄道に関連した文学や、レコードなどを紹介する展示があり、鉄道機構作家として有名だった内田百と宮脇春蔵を紹介する展示もある。221系モックアップと EF66 系、カットモデル級二乗駅車と C57 型蒸気、 機関車の動輪つばめをモチーフとした公式キャラクター、梅鉄と蒸気機関車2 3 0系2 3 3号機をモチーフとした公式サブキャラクター、S 丸が設定されており、梅鉄は着ぐるみも用意されている。いずれも、個人、団体、障害者の順。ありがとうございます。